はい、高田チャンネルです。シンガポール最終日5日目です。今ホテルにいるんですけど、今回ホテル結構いいホテルでした。こんな感じの眺めですね。タングリンモールっていうショッピングモールがそこにあるんですけど、オーチャードロードっていうメインの、通りを奥まで進んだあたりの場所にあるホテルですね。今日最終日で、今日の夜の10時半ぐらいの便かな。で、明日の朝、5時半とか6時ぐらいに羽田に着くような感じです。で、今日は、コロニークロージングに行って、中村さんの取材があったり、取材がほとんどのメインの日で、夕方から、河村さんの家、最初の動画で見ていただいたと思うんですけど、広いプールがあるところにバーベキューピットがあるんで、そこで、最後みんなでバーベキューしながら、その飛行機の時間まで、そこにいて空港に行くっていう感じですね。いや、あっという間でしたが、シンガポールやっぱりすごいめちゃくちゃいいですね。なんか久しぶりに来てすごいパワーをもらった気がします。やっぱり人種がすごく多い国なので、みんなすごい寛容というか、その人の個性みたいなのをすごく大事に尊重してくれる国ですね。なので誰がどうとかこうとかってあんまり関係なくて、ファッションも本当にいろんなファッションがあるし、そのライフスタイルっていうのも本当に様々で、みんな自信を持って生きているかなっていうふうに思いました。またシンガポールに行きたいと思っています。では最終日、よろしくお願いします。今から中村さんによるシンガポールの雑誌のエディターの方の、改造計画ですねを撮影をしていくような感じです。洋服を選んだりして、実際に着替えていくっていうような感じですね。こんな感じで、撮影クルーがいて、改造されるご本人もいてという感じですね。どんな改造になるのか楽しみですね。撮影始まりました。動画だったんですね、実は。さあ、いよいよ中村さんがスタンバイをしております。マイクをつけて撮影に臨む感じですね。いやー、でもいいですね。とうとうこういう風に中村さんが海外のメディアに出て日本のファッションをこう伝えてくださると、本当にシンガポールの方たちもそうですし、アジアの方々は日本のファッションにすごくリスペクトを持ってくださってて、やっぱり日本のファッションがすごく成熟していることも知ってくださっているんですけれども、今までそれをちゃんとこう発信をしていく人だったりとか、伝えていく、どんどん広めていける人っていうのがあまりいなかったんですが、コロニークロージングを通して河村さんだったり、僕だったり中村さんだったり、今回来ていただいて、なんでしょう、このアジアにね、ちゃんとこう日本のファッションかっこいいんだよっていうのこととか、こういう風になってるから成熟してるんだよっていうのを正しく伝えていければいいなというふうに思っております。始まりました。中村さんにちょっと辛口に言ってくれくださいと無茶ぶりが入っております。この取材は、シンガポールの新聞ですね、ストレイツタイムズという新聞の取材です。新聞の記事にまずなるのと、ここに QR コードをつけて、動画に飛べるような形で、ですね。これから改造していくというような感じになっております。大改造完了です。中村さんがコーディネートしてくださったジャケットがコロニークロージングですね。で、 T シャツもコロニークロージングで、パンツが TP02 のシューズがラブですね。
素揚げをするってなかなか贅沢だな。体の大きい方だったので、少し横幅のあるジャケットを選んでいるというのがポイントですね。今、袖の長さとパンツの裾の長さですねがとても大事だというお話をしていただいてます。丈が結構勘違いされやすいんですけど、パンツの丈が長い方が足が長く見えると思っていらっしゃる方がいるんですけど、逆にジャストに合わせた方が、正しい長さに合わせた方が足は長く綺麗に見えます。ジャケットの袖の長さも同じですね。袖が長いだけで洋服が、かなり大きく見えちゃうので、袖の長さ、それからパーツのその長さというのは気をつけて、行きましょうと、そういうお話をしていただいております。2つ目のコーディネートがこちらですね。コーディネートはコロニクロージングのウルトラスウェードのウエスタンシャダブルポケットシャツですね。にオリジナルヴィンテージスタイルの黄色いリッシュ、パンツは先ほど同様の206ので足を取って、ちょうどトラブツのグループさんで、はい、こちらが本日のバッテリーでございます。今日のは、あ、今来ましたね。すごい、またこのピクルステーとウルトラ、黒い黒いスープの雰囲気が違うバッテリーですね。次は CNS ラグジュアリーのコンテンツの取材ですね。先ほどお昼ご飯を食べて、今これをやって、で今日もう一件取材があって、それで、おしまいですね。仕事が全て終了という感じです。最後の最後にマリーナ・ロッキー・エイサンズの、マリーナ・ロッキー・ティングボールに来ました。カジノを出たすぐなんですけど、こんなにいっぱい時計屋さんとか宝石店に並んでて、すぐにお金を使えるようになっております。あんまりガンダムが来ることはないんですけど、シンガポールらしいところで最後の最後にちょっとだけ観光して、これから夜ご飯に行きたいと思います。新しくなったアップルストアですね。めちゃくちゃすごい外観、もうなんかツーリストは大好きだろうなという感じですね。こういうメンツで観光しております。さあ、また構造さんの家ですね、自宅に来て、今日はここで夜ご飯を食べようという話になっています。さあ、ちょっとまだ乾杯がまだありますが、ちょっとだけ飲んじゃいます。あー、うまい。やっぱうまいっすね、ビールは。はい、さん、石田さん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ダノーバ。日本だと多分これ、アノーバじゃなくて、ボニークっていうのが多分有名だと思うんですけど、こっちはこのアノーバなんですよね。低温調理器。面白いですね、いろんな人いるし、はい、いろんな人が集まって盛り上がってる国ですね。まだ来たことない方はぜひ遊びに来てコロニークロージングでお買い物してみてください。すみません、ありがとうございます。改めまして、爆発するようにありがとうございます。チェアス、ラストチェアですね。ラストチェア。
屋さんみたいなのが、うん、やっぱり僕らは洋服が好きなので、はい、公約最後は、うん、洋服についてみんなで真面目にマジで喋ってます。今の議題はちなみにやっぱりその場所その土地そこの色があるよねと、うん、そうでデビちゃんも洋服が好きなので最初は魔法から入ってそういうのを一生懸命熱心に中村さんに聞いてます。そう、魔法から入るんだけど好きになったら、うん、その魔法の理由みたいなのを少し知れますか。やっぱりマネから入るっていうのは基本で、僕ももちろんマネから入りましたし、ほとんどの洋服好きな人が誰かのマネです。だからなんか歴史的な映画見て、それのマネでいいんです。ただそこからこうなんでしょう、学びと失敗というか、あこの格好ここじゃなかったなとか、他の人に対して明らかに自分が浮いてるなとか。そういうことをなんか気づいていたりっていうのがなんかファッションに対しての学びだと思って、あの単純にこうファッションの歴史、洋服の歴史、起源がここだからっていう、それを知ってるからっていうことよりもやっぱりその場所ですね。ここの場所、そのシーンにおいてこの洋服が正しいのかどうかみたいなことが一番重要なんじゃないかなっていうふうには思いますね。こうやってそういうことをいい年になってみんなで話してそういうことができるって本当に楽しいですよね。もう友よし待ってるよ、家族で待ってるよ、一緒に帰りましょう、ね、デビちゃん本当にありがとう、またありがとうございました。コウさん、ありがとうございました。またまたね、ぜひコウさん、ありがとうございます。バイバイ、シンガポール、シーン、シーズン、シーズン、シーズン。さてさてさて、すみません、失礼します。楽しかったね、最高でしたね、シンガポール、はい、最高。中村さん、シンガポールどう？いやもういいね、どうして毎年来たいね。いや本当ですよね、パワーありましたね。取材がね、もうちょっといっぱい入ってたっていうから、そうですね次回もまだね、全部の取材受けたいなと思う。チャンギに着きました。結構雨が降ってる。ようやく日本に帰ってきました。あの事前に健康カードの登録をしておらず、めちゃくちゃ遠回りをする結果になってしまいました。今7時20分ぐらいなんですけど、品川から8時49分ぐらいの新幹線で大阪にこれから行って、イベントに行く予定なので、このまま行きたいと思います。